作品の骨格としてはかなりしっかりしたもので、布地だけによるキャンバスとはまた一味違う独特な画肌が得られます。粉末のニカワは水で戻してから湯煎してニカワ水、すなわちサイズを作ります。パネルの最初のサイズ引きが終わったら、今度は布張りです。そしてもう一度サイズ引きをしてから地塗りに入ります。今回の地塗り塗料には油抜きした描画用クレムニッツォホワイトをターペンタインで溶いたものです。地塗りが乾燥したら地自体の完成です。続いて仕上がりの画面効果を狙った下地です。ここではイエローローウォーカーを使いますが、塗り方に少し特徴があります。下地が乾いたらテキストと地自体にグリッドを準備します。グリッドはデッサンを正確かつ合理的に転写するために準備されます。原画サイズと転写サイズに関する算出方法など、そしてグリッドの活用法、応用方法も解説します。水彩鉛筆によるデッサンに続いて、油彩絵の具のバントシェンナーとブラックでデッサンを軽くなぞります。簡単そうに見えますが、ラインのインサイドとアウトサイドをしっかり見極めながら慎重になぞります。続いて最初の下絵です。メープにクレムニッツホワイトでファンデーションホワイトを施してモデリングの下準備を行います。この下絵がよく乾いたら、彩色による下絵から本制作に続きます。本制作は部分的に1層から2層ほど塗り重ねて仕上げられます。絵画技術は説明を聞くことも大切ですが、実際の制作風景を見ながら学習することも重要です。またサージング、エスケープ、コンビネーション、ピックアウト、スピンアウトといった様々な技法、そしてなめし、ぼかしなど、画面上のブラッシュワークに目が集中しがちですが、もう一方のパレット上の混色方法や濃度の調節、筆への絵の具の含ませ方といったパレットワークも見落とせません。そこで全体の制作工程が大方つかめたら、今度はボリュームを消して画像だけ見れば一層手仕事に集中できるはずです。いずれにしても何度もこのビデオを繰り返しご覧になられて、イメージトレーニングも含めて全体の内容をしっかりつかんでから実際の制作に取り掛かってみてください。